皆さんこんにちは、こんばんは。メイン MC のプーです。アシスタント MC リーです。よろしくお願いします。お願いします。いや今日2本目なんですよね、これ収録。実はそうですね、水曜があるんで。いやーホームで勝てないならアウェイは勝とうぜっていう話ですよ。いやまあそこで勝たないと仕方がないんでね、本当に。でアウェイの連戦、はい、まあ俺の中では最低勝ち点1を拾ってくる新潟戦。なるほどなるほど。の次どこと戦うかというとレノファ山口ですね。まあオレンジのチームが2試合続くということ。確かにね。ですので、なんか山口のアウェイってさ、勝ってるイメージが俺の中であんまないんだよね。まあ去年は勝ったのが一応アウェイだったけどって話なんだけど、まあなんか去年もね結構山口苦手なんだよみたいなことは言ってたよね。ねえ、いいイメージはない。ただ去年なんか山口ってかなり悪かったよね。最下位でしたね。降格がなかったのが良かったねってシーズンでしたね。で今シーズンは新しい監督になったのかな。そうですね、渡辺監督になって、ただ今20位ということで、まあ決して良くはないかなっていうことですね。っていうことで、はい、アウェー山口5日水曜日ですね、こちら2時からの開催なので気をつけてくださいということで。水曜2時からってさ、マジさ、仕事やってたらどうやって見んのっていう。そうそうそう、ね、まあ祝日なんだけど、まあ、そう祝日なの、子供の日とかだっけ。そうだね、まあ5日祝日だけど、まあ2時からなので、まあね、お仕事の人たちはちょっと見れないかなっていうね、鬼日程ですね。ということで、はい、もう山口戦、まあ去年を先ほどもねちょっと振り返りましたが、覚えてますか、ホーム戦ですよ。ホーム戦、あの最下位に勝てない時期のやつですね。もうこれさ、ジンクスつけてよね、最下位に負けるジェフっていう話し続けてるわ。草津とか確か愛媛とかね、そこら辺に全然勝てなかったみたいな流れの、まあ、最下位の山口さんに負けてしまったんですが、アウェーでは確かクレーベの2ゴールで勝ったんだよね。ってことでもう今20位ですけど、もう山口に関してはもう順位関係ないです。もうそれくらい、まあそれがね、良くも悪くもジェフですよ。なんか上に勝ったり下に負けたりっていうのよくわかんないチームなので。ってことで、まあ新潟ほどではないですが、なんかここもやっぱり油断はできないんですよ。はい、ということで、まあ、レノファ山口ね、まあ、ちょっとどんな試合になるのか、どんなメンバーで来るのか予想がね難しかったんですが、まずメンバーから見てみましょう。まあスライドにも書かせていただいたんですが、ジェフ今年現在7得点、山口今年6得点ということで、まあ、抱えてる問題は似てますね。点が取れないという、取れないんですよ、共通の課題を持っていますね我々は。はい、まあかなりね、フォワード陣見てもらえば、わかる人はわかるかと思うんですが、若いんですね。まあジェフター打って変わって。ってところでちょっと、前線が結構若い選手が多くって、まあ後ろの方にね、ベテラン陣が結構控えてて、ってところで、まあちょっと精度の問題なのか、連携の問題なのかってところで、で今、草野選手っていうね、横浜 FC から、期限付きで来ている選手が、最初の方活躍してたんですけども、まあ怪我で。出れてないっていうのも悪循環なのかなっていうところでね。まあ結構でも補強陣に関しては渡辺選手とか関選手とか名前のある選手もね入ってきてくれてと、佐藤選手とかもそうですが、まあ結構充実な補強してはいるのかなって感じの印象は受けますね。ってところで、まあどうなるかな、この前の節のね土曜日で、まあ、山口が町田と戦うので、まあそこら辺のね試合も結果次第ではちょっと上向きで挑んでくるかなっていうところもねあるんですが、まあどんな試合になるのかちょっと見ていきたいと思います。はい、山口に関してもジェフに関しても多分やりたいなっていうか、ちょっとこういう風に戦いたいっていうのはもう自分たちのペースでいきたいチームなんですよ。今年どっちも支配率が高い試合が多いんでね。そうだね、意図せぬなんか支配率の高さをさ持ってるよね。まあそうなのかもね、去年から見ていくとね。ってところで、なんかやっぱりやりたいことがどれだけできるのかっていうところもあるし、逆に言えば相手のやりたいことをどれだけ潰すことができるのか、そしたらなんか今両方とも決定力不足に陥ってるので、おのずと嫌な方向になっていくのかなと、まあ悲しい見方ではあるけど思いますね。はい、でまあ今回結構矢印も使わせていただきましたが、真ん中で戦いたいし真ん中をしっかり守りたいねと、なんか両者
積極的に行こうよっていう意識が鍵を握ってくるのかなと思う一戦かなと予想します。なるほどね。今まではずっとサイドっていう話をし続けてきたけど、今節では真ん中という、真ん中ですね、使いたいですね。まあなんか相模原戦、あれは勝手に相模原が開けてたのか、まあ開けさせたのか分かりませんが、真ん中でボールを持ってサイドに散らしていくと。まあそっからの精度ってところはちょっと一応置いときますが、まあなんか真ん中を起点にして、まあシュートでもいいし、サイドにするし、とかね、結構なんかサイドチェンジとかもよく使ってたりするので大切にしたいかなと。で、危険なところで言うと山口に関しても結構フリーにしちゃうと怖い選手いっぱいいるんですよ。もしかして、俺の嫌いな高井選手ですか。はい、苦手な群馬の、元群馬のジェフキラー高井選手ですね。2019年だっけ、なんかめっちゃ決められたんだよね、スーパーロングシュート決められた覚えではある。そう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 。まあ高井選手に関しては今年結構絶対的なレギュラーって感じじゃないので、まあ、出てくるのか分かんないですけども、ね、浮田健生選手であっても、まあ、高橋大輔選手でも怖いのは変わりないと、この左サイドに関してはね。でやっぱりなんか小松選手とかにしても高さがあったりフリーにしちゃうと結構思い切り蹴っていく積極的な選手っていうのは多いので、まあそこの積極性を見せないためにも、まあ相模原戦の前半であったり、まあ水戸戦だったりであるようなしっかりと連動した強固な守備見せてほしいなと思いますね。なんか小林選手とかもね、めちゃめちゃインターセプトいい感じになってましたが、しっかりとできればゼロに抑えれる相手ではあるのかなとは思いますよ。なるほど。そしたらじゃあ、まあメンバー的にもさ、水曜日開催ということは何か変動とかが。そうですね、予想スタメン、はい、まあ千葉に関してはね、本当に頑固に変えてこないんでね、水曜日今年。ただまあちょっとそうだね、そうターンオーバー前提で考えてはみましたよ一応ね。なるほど。まあ俺的にはさ、まあサイドバックとか変えれる箇所がさ、こうまあ見受けられるけどさ、この3バックを始めてからさ、やっぱりセンターバック手薄じゃないって俺は思うのね。間違いないね。3バックでセンターバック登録4人でしょ、これで荒一騎しかいない。そうだね。俺シーズン通せるのかっていうのが怖いよね、ここまで来ると。いや1人怪我出たら大事だからね、これ大事だよ本当に、うん、岡野とかさ、よくさ、なんかちょっとヒヤッとするというか、まあ、そうね、怪我かなとかさあるじゃんね。まあ体張ってくれるんでね、体、まあセンターバックで消耗の激しいポジションではあるからこそ、うん、まあ夏時に補強とかも含めて、まあセンターバック3人本当にこのまま3バックでシーズン通せるのかっていうところも含めてね、ちょっとどうなるかなっていう、この3バックに対して俺ね、そろそろ限界値が、はいはいはい、まあ来るかなっていうところもあるね。まあそうですね、もちろんなんかボランチの選手1枚落として使ってみたりとか、まあでも本当相模原くらいがっつり引いてくるチームに対して3バックの、ね、まあ、鈴木大輔みたいなところにボールが蹴れるセンターバックがいるっていうのはちょっと大きいから、まあ、安田をあの鈴木大輔の位置で一回使ってみるっていうのは一個のね、手かもしれないよね、ちょっと変革をもたらすには。まあなんかいろいろ考えていかなきゃいけない時期はいずれ来るのかなとは思うよね。いずれ来る、うん、まああえてこの予想スタメンで変わってないっていうか、変えることができなかった部分についてちょっと触れてみたわけですよ、ね、なるほどね。まあそこら辺結構いろいろ考えるとこだよね、サポーターも。まあ、これが守備では機能してるけど攻撃にうまくね影響を与えてないってところが今の課題でもあるんで、まあ、この3バックがどこまで続くかと。一方の山口なんですけど、前節京都戦ですね、なんかね3バックに突然変えたんですよ。でもね、山口って結構3バックのイメージもあるわ。ああなるほどね。まあ確かにね、去年も結構なんか試合ごとにコロコロ変えてきたんだけど、ただね、そんなに崩壊してなかった守備が京都相手っていうのはあったけど、2対0で良くなかったということで、多分4バックに戻してくるんじゃないかなとは思うんだよね。で、今書いてあるのは、結構ベストメンバーで書いてます。レノファ山口。やっぱりターンオーバーが失敗したんでっていうところもあるんだけどね。ただ前回の水曜開催とか、その後の試合とか見ると、もしかしたら結構メンバー入れ替えてきてもおかしくないかなと。まあそうするとだいぶ戦いやすくなるのかなっていう気持ちはね、ありますが。まあ、ちょっと千葉戦をね、どういう立ち位置で、まあ、前回の新潟戦でも話しましたが、山口が考えてくれているのかってところでね、戦いづらさ変わってくるのかなとは思います。なるほど。まあ今年はね、去年に比べて連戦が少ない、まあね、少ないけどこともあるから、
あるけどね。まあメンバーどうなるか。まあ水曜日に試合ってことは我々の収録の前に、そうだね、行われるということですね。はい、なのでまあこの試合の結果によって我々の来週の収録の、なるほどね、あれだね、モチベーションに関わるということだね。モチベーションに関わるね。間違いないです。ある種非常に大事だよね。それは大事大事。水曜収録の水曜の試合ね、本当に負けた試合だと思う。結構ね、始まるまでにまず時間がかかるよね。そうね、反省会から始まるから。そう、結局撮る前なんか30分くらい話してから撮るとかあるので、まあ本当に冗談抜き、これはちょっと冗談として、まあ冗談抜きにそろそろまあ連勝なり、そうだね、まあ勝ち点1でも多く積み上げて上に行っていかないと本当に、まあ、JS にも見えちゃうよという危機感を持ちながら、はい、まあ、また来週勝ってお会いしましょう。柏には負けられない。